読売ジャイアンツ、読売株式会社読売は、かつて存在した、日本のコングロマリットである、読売新聞社の子会社であり、本社は東京都千代田区にあった、一家の営業部門が設けられていた、2002年6月時点、1934年12月26日に、プロ野球球団大日本東京野球クラブを運営する、株式会社大日本東京野球クラブとして、 設立された。創設者は、読売新聞社社長の勝力松太郎だったが、同社の子会社ではなく、京成電気軌道を筆頭に、東京芝浦電機、目黒蒲田電鉄、阪神電気鉄道、吉本工業などが株主として名を連ねており、読売新聞社の名は、常用株主にはなかった。経営陣は、代表取締役が、大熊新常、 取締役が、小力、小田良、後藤国彦、一岡忠を、林昭之助らであった。1944年11月10日、第二次世界大戦の選挙区悪化に伴い球団を、解散、休眠会社となる。1945年11月の国内プロ、野球活動再開に伴い、東京巨人軍の運営会社として再開するが、 1946年8月9日より、読売新聞社の運営となる。1947年に、読売新聞社が全面的に株式を買収。同年2月15日に、読売工業株式会社へ称号を変更し、巨人軍は、同社野球部となる。1950年1月25日に、巨人軍を分社化し、株式会社読売巨人軍を設立するも、 わずか1年2ヶ月後の1951年3月30日で解散し、読売工業に再移行している、読売新聞中部支社。2002年6月までは、株式会社読売読売新聞中部本社だった1963年には、福岡県北九州市で当社が一部門として、読売新聞西部本社を発足させ、1964年9月23日に、 読売新聞西部版を九州地域、山口県、島根県の一部向けに創刊した。さらに、千代田区有楽町の読売会館を運営するビル、管理会社、読売会館を九州合併。巨人軍、新聞発行、不動産管理の三本柱による複合企業となる。また、1988年6月1日には、経営不振だった。 中部読売新聞社を合併吸収し、新たな部門として読売新聞中部本社を発足した。これらは講義のフランチャイズ契約とほぼ同じだった。1992年6月22日に社名を読売工業から読売に改めたが、2002年7月1日に読売新聞社、大阪読売新聞社と経営統合した上で、 持ち株会社移行し読売新聞グループ本社として再スタートを切り読売が管轄していたジャイアンツは株式会社読売巨人軍としてまた新聞発行部門の中部本社は企業分割をした株式会社読売新聞東京本社の中部支社に格下げ西部本社は株式会社読売新聞西部本社に企業分割を行った会社再編のあらまし年以降の グループ再編によって、読売者は事業ごとに分割されて消滅した。ここに、改めて整理。当社が運営していた頃の読売ジャイアンツについて、プロ野球名館内球団情報で会社名が掲載される場合、正式称号である、読売工業株式会社、株式会社読売と表記される場合があれば、運営部門名を含めた。 株式会社読売東京読売巨人軍と表記される場合や、単に東京読売巨人軍とだけ表記される場合もあった。ABCD 読売 AD リポートおじょ2002年7.8月号特集読売新聞グループ本社設立ハット ABCDEF 巨人軍ヒストリー P95 戦時統合で東京急行電鉄となった後、 プロ野球再開後の1947年にセネタースを買収してプロ野球に参入し東急フライヤーズと改名した大阪タイガースの親会社であったが無協役時代のため現在は禁止されている競合球団への出資が可能だった1934年に読売新聞社主催で行われた日米野球の阪神甲子園球場の使用料が未払いのままになっていたのを 出資金に振り替えたもの。一方で、読売新聞社は、大阪タイガースの大株主であった。巨人軍年表1931年から1948年、読売ジャイアンツオフィシャルサイト内 ABC、巨人軍ヒストリー P91AB、巨人軍ヒストリー P89 総合東京店が、聞いてなんとだったが、総合撤退後は、ビッグカメラ有楽町店が入居。 読売ホールも入居。中央区銀座の読売新聞社東京本社ビルも管理運営することになる。E チブ内、読売新聞の歴史巨人軍年表1980年から2010年、アーカイブド2013年1月16日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、読売ジャイアンツオフィシャルサイト内北海道、北陸両支社を含む。 週刊ベースボール1968年2月26日増大号98プロ野球12球団全選手100カプロ野球ニュースイヤーブック選手名館9912球団全選手から100カシリーズ週刊ベースボール2000年2月21日号2000年プロ野球全選手写真名館号ありがとうございます